みなさん、こんにちは、アナでーす。はい今日は、新しいグッズができますということで、新しいグッズ紹介はい、ありがとうございます。今回もね、もうバチバチに可愛いグッズが揃っておりますが、はい、新しいグッズが4つあります。それを1つずつちょっとご紹介していこうかなと思います。それでは、行ってみよう。はい、それではまず1つ目、これ私もすでにサンプルをいただいた上でもう使ってるんですけど、ちょっとね、これ新品なんですけど、ででん、ポチだーい、アンナっていうロゴを作っていただいて、新しいデザインのポーチ、ちょっと珍しくね、黒地にこの紫の感じ、ちょっとシックな感じで、かっこいい感じでやらせていただいてます。ちょっと持ち手みたいな部分があるんですけど、ここがね、可愛いポイント。今回黒地に紫なので、男の子とかも使いやすいんじゃないかなと思います。はい、そしてちなみにね、私が使っているんですけど、本当に使ってるんですよ。本当に使ってるっていうのが分かるぐらい毛がすごいついてるんですけど、猫飼ってる人はちょっと気をつけてほしいかなって。ちょっとあんま見えないかな。もうね、化粧品を入れてるんですよ私化粧品を入れてリップとか櫛とか入れたり、本当にガチで使ってるんですけど、めっちゃ使いやすい。サイズ的にもめちゃくちゃ使いやすいです。これおすすめ。はい、次、はい、次はちょっと定番になりつつあります、バスステッカー。いやー、ちょ、全部見せるのはやめとこうかなと思うんですけど、これ4つとりあえず、こういうのだったり、あ、一番最初に変顔のやつ見ちゃった。誰これ、変顔を採用したのっていう、私の TikTok の今のトップがこれかな、多分。これアーシャですね。アーシャ、アザーシャだったり、これライブ中の写真だったりで、いろんな写真のね、私が10枚バスステッカーになってて、ランダムで見えないようになってます。怪しいものでも入ってるんじゃないかみたいな感じの個包装に10種類あるんですけど、バスステッカーが、そのバスステッカーがランダムで売ってます。で、ちょっとどれが当たるかは開けてからのお楽しみっていう、ちょっとね、ギャンブルな感じのグッズになります。今回パスステッカー10種類を1枚ずつ売っています。はい、ランダムです。ぜひもしね、余裕があったらぜひ10種類全部集めてみてください。はい、そして次、でてんやらぴょぴょん、これかわいい、ラバーバンド。こちら何個目だ、ね、紫をテーマにしてますから、白地に紫です。かわいい、ガチでめっちゃかわいくない、めちゃくちゃ可愛い。今回ね、開花っていうタイトルに合わせまして、このお花、あ、全然見えない、お花があって、あんなってさっきのロゴがあって、めちゃくちゃ可愛いんです。ほら、じゃん、とても可愛いはい、白か黒かどっちかがもうなくなりそうなんだっけ。いや、両方なくなりそうです。あ、なんか多分第1弾の白と黒がもう結構在庫がほとんどないくらいみたいなので、全種類揃えたいよって人はお急ぎくださーい。あーい、はい、そしてラスト、ちょっとラストが現物がないんですけど、とてもとても生地がいい、良くなった、改良されてしまいました。そんな普段使いしやすいタオル作っちゃっていいですかっていうくらい可愛いタオルでーす。じゃあ、ちょっと欲しいね、なんかこのジャガード織りっていうタオル生地になっております。でふわふわもね、タオルなんですけど、ちょっとね、かねてから私がね、両面可愛いタオル欲しくないですか、わがまま言ったんですけど、ちょっと可愛い可愛いタオルが出来上がってしまいました。現物がないので、このちょっとね、タオルの話はこの辺にしとこうかなって思っちゃうんですけど、今回4種類新しいグッズが追加されたということで、なんか今までに比べてふざけてないというか、なんかふざけてるグッズなかった。違う違う、前回のパスステーカーが変顔にモザイクかかってたんだ、だからだ。なんか私のグッズがなんかおかしいみたいな認識が私の頭の中にちょっと吸い込まれてしまっていたんですけど、まあね、ちょっと普段使いもしやすいものもあったり、ライブで盛り上がるものもあったり、でなんかちょっとギャンブル要素もあったりとね、いろんなね、
グッズの種類が増えましたので、ぜひぜひ皆さん、前のグッズも持ってないよって方は、前のグッズももう在庫がないものもあったりするんですけど、ぜひぜひ見てみてください。はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。うどい苦しく感じるほど眩しい微笑みを未だに